それからこちらね、今見えてる草っぽいものがあると思うんですけど、こちらですね、この下のは関係ないんですけど、この上に生えてるね、この草たちなんですよ。でこれがですね、なんか家族曰く、このね、鉢植えをそのままにしておいたら、なんか勝手に生えてきたって言われたんですよね。で、これ何って聞かれたんですけど、いや、私はね、こんなものをね、植えた覚えは全然ないから、わからないって言ったんですよ。で、まあどうもね、葉っぱを見ると、まあ果物とか育ててる方だったら多分ピンとくると思うんですけど、まあ桃の葉っていうか、まあ桃系なんですよね。ただ私、桃を食べても、そんな贅沢できないんで、一個とかしか食べられないと思うし、こんなにね、たくさん生えてることはないんですよ。で、まあ、一瞬ね、まあ、桃かなって期待するんですけど、この下を見るとね、わかるんですけど、まあ、これが一本。はい。で、ここに、まあ、もう、七、八センチ離れたところに二本目。で、さらに三、四センチ離れて一本。みたいな感じで、で、あともう十センチぐらい奥ですね、ここに。4本って感じで、なんか結構ね、バラバラに生えてるんですよね。で、まあ、これはちょっとね、ホタル袋とかっていう違う植物らしいんですけど、まあ、とにかくね、まあ、軸の部分見てもね、なんか、桃ってね、もっと多分木っぽい感じだと思うんですけど、なんかね、どっちかっていうと草みたいな感じなんですよね。ただ、葉っぱは桃に似てるんですけど、だから私がね、例えば、なんだろう、街路樹の落ちてるのを拾って、太ももだったか苔ももとかね、そんな感じのものかなと思ってね、インターネットで調べたりもしたんですけど、まあ、桃とは名前がついてるんですけど、全然ね、葉っぱもね、形が違うし、発芽した状態のね、画像とかもインターネットで見たんですけど、全く違ったんですよね。で、あるいはね、私がもう15年ぐらい前にね、一回だけね、沖縄に行ったことがあるんですけど、まあ、その時にね、月桃っていう植物の種を買ったんですよ。で、今はね、施設にいますけど、祖父がね、私の代わりに、月桃をね、撒いてくれて、育ててくれたんですよね。で、もしかしてね、桃ってつくから、もしかしたら月桃がどこかに残ってたんじゃないかってね、まあ思って、もう他にね、調べるあてもなかったんで、インターネット検索したんですけども、やはりそれも違っていまして、で、結局のところね、ヤフー知恵袋に相談したんですよ。画像持ってって、すいません、これ生えてきたんですけど、何だと思いますかってね。やっぱりね、同じようにね、まあ、桃のね、まあ、幼い葉っぱに見えますっていうね、回答が来て。まあ、それはね、私もね、そう思うんですよね。でも、お言葉なんですけど、まあ、知恵袋ってね、写真1枚しか貼れないから、まあ、しょうがないんですけど、株元を見るとね、やっぱりこれ木じゃないと思うんですよね。これ、桃だったらなんかもうちょっとこう、木っぽい感じだと思うんですけどね、これ草っぽいんですよね。まあで、結論ね、家族ともね、話したんですけど、まあその、なんだろう。育ててみて、花が咲くとかね、実がつくとかね、なってみれば、まあわかる話なんで、育ててみようっていうことになって、今こうやってね、庭の、まあ片隅に置いてある状態なんですけど、もしね、超植物博士がいてね、これね、見たことある植物でこれじゃないかっていう方がいたらね、ぜひね、コメント欲しいなと思いますんで、よろしくお願いします。